こんにちは見やすいドイツ時計推しの南雲時計店店長の南雲達也です。えっ、ー、と、ここ数日僕は出張で、えー、とドイツ、イタリアというふうに行っています。で、えー、今まであったことを、えー、と5、6回に分けて、ここ2、3日、だから1日2本ずつぐらい YouTube 上げていこうかと思います。えっ、ー、とですね、まず先週うーん18日の火曜日に、 あの日本の羽田から飛行機で、えー、ドイツフランクフルトまで行,く行ったんですけどもまあもう最初からね飛行機の変時間変更がチケット買ってから当日まで34回あってで当日も、えー、と実際飛行機に乗り込む30分前ぐらいに1時間ぐらい遅れて実際にフランクフルトに到着したのも1時間ぐらい遅れてで フランクフルトのお友達にご飯連れて行ってもらったりすることになっていてそれを全部遅れたんでもう初日から寝るのがもう遅くなっちゃってで翌日水曜日の日ですねえっと19日ですね19日水曜日にえっとフランクフルトからシュトットガルトに新幹線みたいなイーツエーっていう電車で行ってデクラに行ってきたんですよでデクラの方は あのま,あまあまあ大歓迎ですごいこうよくしてくれてあのなんていうのかなもう日本の方へ特別なものを作ってあげるということを言ってくれましてこれはまあおいおい南雲時計店のサポーターさんにちょっとお知らせしていこうかなというふうにあまりにも数が少ないんでちょっと日本に帰ってから考えるんですけどもまあまあそんな感じで考えているんで。 えー、まだもし、南雲経計店のサポーターさんになられていない方は、この画面の下に、まあえー、と画面の下に概要欄っていうのがありますので、そちらに、南雲と計店頑張れっていうことで、あのサポーターさんになっていただくためのフォームの URL を置いておきますので、そちらからぜひ、サポーターさんになっていただいて、えー、僕が帰国した後にご連絡いたしますので、もしよかったら、えー、とそのレクラ社の特別モデル、まあ、見てみてください。 それから、うんと、デクラ行って、そういうふうに。あ、でね、デクラの社長はね、なんで時計を作り始めたか。それもね。うん、普通時計業界というよりは、ヨーロッパのそういう工業系の産業というのは。ほとんど分業になっているんですよ。時計のケースはケースメーカーさん、機械は機械メーカーさん。文字盤は文字盤メーカーさん、針は針メーカーさんというふうに。 あのみんな分業になっているんですけども彼はそれの、えー、ケース文字盤針リューズそういったものほぼほぼ全部自社生産してるんですよ。なんでと思って聞いたら単純に時計が好きなんですって。でまあもちろんケースメーカーですからケースとか文字盤メーカーですから他にもおろしていてでそのおろし先の時計というのが 品質の割におー高すぎるぞと思ったんで自分でも完成品を作っているとというふうなまあなんていうのかな時計バカというか時計オタクというかだから僕が行っていろんなお話もしたいのにこれを見ろあれを見ろって言って文字盤を作ってくれたりとか針を打ち抜いてくれる針を作る工程を見せてくれたりとかあの僕いろんな話したかったのにもうその。 こうやって文字盤を作るんだ、えー、こうやって焼きつけるみたいなことをするんだ、えー、こうやって針は打ち抜くんだとかこうやって夜光塗料、えー、とスーパールミロバーやるんだとかもう2時間以上2時間半ぐらいかなずーっとそれをこう見せられていやいやちょっと話がしたいんだと僕帰る時間があるからっていうのでやっと <laughs> やめてくれるぐらいもう時計作りバカですね。ななかなか僕 このの時計の業界、まあねえー、家を継ぐというかで時計業界に入って、えー、っともう30年ぐらいなんですけども30年でバーゼルワールドとか、まあ、いろんなメーカーさんとかに会ってお話ししたんですけどもあこまでの時計オタクは初めてですねあんな方いないですよ。あの日本人で時計をあの 作らられていいるる方いらっしゃるじゃじないですか多分あの人たちのレベルかそれよりまあいっちゃってんじゃないのかなすごい機械とかも買ってるしあのこれが欲しかったんだとか言って機械見せてくれてで僕には今一歩よくわからないものとかそういうのも結構あったんでまあこれからの デクラという時計メーカーはものすごく期待できると思います。あんなね時計オタクまあいないですよほんと世界中探してもあの人はね時計ばか1台みたいな感じですんであの,そのシャピロ社長はあのなかなか期待できる。 時計メーカーカのの社社長だと思いますので、えー、デクラ社ぜひご期待してみてください。それから、えー、と先ほど言ってた、えー、社長が僕が言ったことをすごく喜んでくれてじゃあ日本の方に特別モデルを作ってあげると、えー。今はあまりにも手間がかかりすぎて作ってない時計なんだけども、えー、今回やってあげるということで,でやってあげると言ってもそれはねそのシャピロ社長の奥さんがすごい細かい仕事で仕上げる時計なんですよ。だから奥さんがね 日本の皆さんまあまあやりますよと旦那さんに言われてまあ頑張りますよけどすっごく手間のかかるものなんでわずかなミスは許してててねって言っ言ましたあの普通の方は気づかないレベルだからと言っていましたのでまあそんな感じですごくいいものを作ってくれるそうですから是非ご期待してみてくださいよろしくお願いします